まあ、海外でもいろいろ展覧会とか生け花パフォーマンスをされるということで、せっかくなので、うん、まあ、1枚作って差し上げて、うん、今着ておられる服がそうですが、ニューヨークの方で、はい、いけばなパフォーマンスをされたということですが、うん、まあ、その辺についていろいろそうですね、お話ししていただければ、あの感じたのは、伝統文化の中にある方っていうのにまず着目されたっていうことが、伝統文化の本質を見抜いてられたことだと思うんですね。で、型って今まではどうしてもこうネガティブな文脈で捉えられることが多くて、なんかこう自由性がないとか、あの、まあ、その美意識の押し付けであるとか、あの本当型って非常にこう、あのその思想を伝えるのに分かりやすい、あの手法なのに、それがそういうふうに捉えてなかったところに、でも型があるからこそなんかできうることとか、型があるからこそ発想しうることっていうのを、まあ、ヒントにされて今回このファッションになったっていうことで、すごく私はいいなと思ったんですね。でニューヨークにまあ行くっていうことになって、で通常は海外でデモンストレーションする時っていうのはやっぱりこう稼働服っていって、あの兼業したりとかお寺とかで兼業する時に着る、あの僧侶が着る衣装を少しこう稼働用にあのアレンジしたものであったりとか、あるいは日本のまあ一般的な和装ですよね、着物と帯で、あの和装なんですね。でそれはまあ海外の方に紹介するときに、まあ、それがまあとってもこう分かりやすい日本のまあ民族衣装であるっていうこともあるんですけれども、まあ、それと同時になんか今回このファッションの提供を受けて、あ本当に改めてなんかこう生け花を考えるチャンスを得たっていうふうに思ったんですね。その生け花パフォーマンスをされて、はい、あとそのお手伝いをされている、はいはい、まあ、体格のいい、はい、まあ、アメリカ人ですかね、の方が2名、はい、まあ、男性用のシルクドレスシャツを作りまして、はい、でそれで、まあ、生け花をパフォーマンスをされて、まあ、そのビデオも、はい、あの見せていただきましたが、向こうの方の反応とかどうでした？いや、本当に彼らが来てスクエアでしたって、そこでほら大きなスクリーンで、はいはい、っていうことも紹介して、はい、それ の、まあ、あのちょっと変化系でこういう、あの身につけるファッションなんだということを言ったら、はい、まずなんかそういうことに対してすごく驚かれたんですよね。まずこれがいけばなっていうことにも驚かれたし、こういう映像とこの身につけるものっていうのは全く違う媒体っていう、こう認識があって、いやでもあれはあなた方があそこで見たものが今こういうふうに私が身につけるものとして存在してるんだっていうふうにしたら、もう皆さんあのちょっとあぜんっていうんでしょうかそういう形に変わったのかっていう、まず驚きみたいなものがありました。今回のようにファッションになった時に、やっぱり服っていうのもいわば身につけるっていうのは、あの人にとってある意味とってもこう一番原始的なエネルギーを取り込む方法で、あの薬もほらよく服用っていうじゃないですか。だから草木染めで染められたものをこうその植物の力をあの身にまとうことによって自分にしたように、まさにここの中にここに描かれているのは、あの絵が現実的に動いているわけではないけれども、やっぱり命のたくましさとか命の躍動感とか、あのすごくこう力強さとか、あのそういったものがここの中に込められているから、それが生け花になり、またそれを身につけることによって人は元気になれる。だから私はそのあのタイムズスクエアのあの映像とあの服っていうのは、まあ、一般の方からパッと見るとなんかとってもこうテクノロジーで、あの伝統文化って言われる生け花の、あの層とは違って見えるかもしれないけれども、でも本質はあの共通している同じことであって、それがあのああいうふうなあのパネルになったりとかスクリーンになったりとか、また時には服になって自分がファッションという形で自分の中に取り込もうとしたりとか、まさに生け花の原点だなと、原点だなというふうに思うんですよね、うん、家庭の中で、うん、唯一ないのはそういうデジタルとアナログな花が融合したものっていうのは、うん、なんかタブーなんですかね。いや、タブーではないと思いますよ。ただ今までは、
まあ、なかなかそこまでね、それを一般的に、うん、あの表現するまでやっぱりこうデジタルはデジタルの世界の人の中で、うん、そして、まあ、ある意味アナログ の, あの昔から の, あの生き花をしている人というのはやっぱり接点がなかったわけですよね。あのお互いにこう全く違うものというふうに思って、うん、だから、ね、今回戸田先生がされていることって、そうそう、これからされることっていうのがすごく意味を持ってくるわけで、あの、まあ、生け花の長い、ね、仏前杭から始まる歴史の中で、あ、こういうふうにして歴史って作られていくんだなっていう、いわばそのポイント、ターニングポイントかもしれないですよ。